んこんにちは、坂倉さくらです。始まりました。たった5分で100倍楽しめちゃう坂倉さくらが語るラブライブスーパースター。第8話の私が注目した3つのポイントを紹介しちゃいます。ついにね、5人が揃うので、あんなに反対していたれんちゃんが加入してくれるまでに、どのようなストーリーがあるのか、そこにぜひ注目して見ていただけたらなと思います。レッツスーパースタート。はい、前回母親の残した学校を守りたいというれんちゃんの思いが明らかになりました。一人でたくさん抱えていましたね。しかし学校では音楽科と普通科の対立が深刻化、そしてついに生徒会長のれんちゃんは理事長から呼び出しを受けてしまいます。その内容は学校集会で話し合いなさい、話がまとまらなければみんなが楽しみにしている学園祭を中止にするというものでした。大変なことが起きてきました。そこでかのんちゃんたちはみんなで一緒に学園祭をやろうとれんちゃんに提案します。しかしスクールアイドルだけはどうしても認められないれんちゃん、その理由とは一体といったところが第8話の流れになっています。では早速私が紹介したいおすすめポイント1個目に行ってみましょう。1個目はこちら、スクールアイドル反対の理由です。ついにこの時がやってきました。なぜれんちゃんがここまでスクールアイドルを嫌うのか、反対するのか、その理由がついについに明かされます。ではこちらをどうぞ。スクールアイドルは、スクールアイドルだけはやめてほしいのです。え、なんで？この学校で活動しないでほしい。理由を教えてくれる？かつてここには学校を廃校から救うためにアイドル活動をする生徒がいました。それが私の母です。だからこの部屋には学校アイドル部のプレートが。まだスクールアイドルという言葉が生まれるずっと前のこと、母たちの活動は評判になり注目を集めました。でも目標は叶わず学校は廃校に。だから私は母が新たに作ったこの学校でスクールアイドルを始めようと思っていました。え、母が願ったスクールアイドル活動で学校を盛り上げようと。あんなに嫌がってましたですのに。ですが。じゃあ一緒にやろうよ。それこそ私たちで力を合わせれば。何も残っていないのです。いくら探してもスクールアイドル活動の記録だけ残っていないのです。他の学校生活の記録は残っているのに、学校でアイドル活動をしたその記録だけがどこにもない。それで思ったのです。もしかしたら母は後悔していたのではないか、スクールアイドルでは学校を救えないと感じていたのではないかと。そんな、そう決まったわけではないです。ならどうしてないのです？大切な思い出の写真一枚残っていないなんてあると思いますか？とてもね、こう迫力がありますし、そういうことかってなったシーンだったと思うんですけれども、このねアルバムに載っていた人物は葉月花さんで、れんちゃんのお母さんですね。れんちゃんのお母さんはなんと学校でスクールアイドル活動をしていたんですね。でもそのお母さんも亡くなってしまって、お父さんも海外生活をしていて、れんちゃんは周りに相談できる人が一人もいなくて、ずっとずっと一人でね思い詰めていたんです。活動の記録がなぜ残っていないのってハラハラする展開になってます。お母さんの花さんは実際どう思っていたんでしょうか。続いて2つ目のポイントに行ってみましょう。2つ目のポイントはもちろん花さんの本当の思いです。れんちゃんの話を聞いて、かのんちゃんたちは花さんが活動したスクールアイドルの記録を大捜査します。そしてついに見つけ出すんです。それがなんとなんとこちら、皆さん第4話で紹介したこちらの2つの鍵を覚えてますか？実はこれがね、花さんの思い出が詰まった大切な箱の鍵だったんですね。その箱を開けて真相を知ったかのんちゃんたちは本当の思いをれんちゃんに伝えます。ここは本当に涙なしでは見れないシーンになってますので、皆さんぜひどうぞご覧ください。
はなちゃんたちが見つけた花さんのノートです。それはさっきスクールアイドル同好会の部室でこのノートを見つけました。この学校ができる前、ここにあった神宮音楽学校の生徒たちが書いたものです。その生徒たちは廃校の危機が訪れた時、アイドル活動で生徒を集めようとしたのです。その時の日誌にこう書いてあります。学校でアイドル活動を続けたけれど、結局学校はなくなることになった。廃校は阻止できなかった。でも私たちは何一つ後悔していない。え？学校が一つになれたから。この活動を通じて、音楽を通じて、みんなが結ばれたから、最高の学校を作り上げることができたから。お母様、一緒に努力し、一緒に夢を見て、一緒に一喜一憂する、そんな奇跡のような時間を送ることができたから。だから私はみんなと約束した。結ぶと文字を冠した学校を必ずここにもう一度作る。音楽で結ばれる学校をここにもう一度作る。それが私の夢、どうしても叶えたい夢。この学校を作った葉月さんのお母さんは音楽で結ばれることを望んでいたんだよ。この学校はその夢を叶えるための学校。普通科も音楽科も心が結ばれている学校。スクールアイドルはお母さんにとって最高の思い出だったんだよ。最高の思い出。レン、スクールアイドルはお母さんの最高の思い出。これもノートと一緒に。お母様、お母様、お母様、お母様。ということでね、もうほんと感動しちゃう。もうレンちゃん本当に良かったねって、もうレンちゃん頑張ったねって言ってあげたくなっちゃうシーンですね。いやもう本当泣きそうになっちゃった。もう喋れなくなるから我慢したんですけれども、はい、ということでですね、私が紹介したい言葉はこちらになります。結ぶと文字を冠した学校を作る、音楽で結ばれる学校を作る、この花さんの思いこそ結ヶ丘女子高等学校の全てだなっていう風に思います。そしてラブライブスーパースターの物語の根幹でもあります。ここは超重要なポイントになりますので、覚えておくと作品がより楽しめるかなって思います。さあ、そして音楽で結ばれることを夢見た学校で、ついについについに5人が結ばれることになります。では行きましょう。3つ目のポイントは、ようやく来ました。レンちゃん結ヶ丘女子高等学校スクールアイドル部に加入です。もうここはね、もう早く見ましょう皆さんね。ねえ葉月さん、ん？葉月さん、うん、レンちゃん一緒にスクールアイドル始めませんか？いいですね、レンちゃん。今まで渋谷さんたちの邪魔をし続けてしまった私に、そのような資格は。私、レンちゃんと一緒にスクールアイドルとして歌いたい。この学校のために、いや、この場所で作られたたくさんの思いのために。できるよ。素直じゃないわね。私たちはいつでもファインファインですよ。このシーンめっちゃいいんです。ここ素晴らしい。花さん
万歳。ありがとうございます、感動を本当に。いやー皆さん見ましたか、あのね、レンちゃんの背中をこうそっと押す風、あれはもう間違いなく天国からの花さんのね、こう存在がそっと背中を押してくれたんじゃないかなっていう風に思います。いやーもうついについについにリエラが5人揃えました、おめでとうございますということで、さらに今回はおまけでもう一つご紹介したいなと思います。こちら5人で歌うウィッシュソングもご紹介したいと思います。ついにね、5人揃って初めての楽曲になります。みんなの思いを音楽で結んでいくという学校創設者であるレンちゃんのね、お母さんの思いと結ヶ丘女子スクールアイドル部が目指す姿が歌詞になっているので、ぜひそちらに注目してご覧ください。1わー大好きこのシーン。3、4、5、結ヶ丘女子高校スクールアイドル部、ソングフォーミー、ソングフォーユー、ソングフォー。衣装がいいですね、お母さんの衣装着てるのがいいです。レンちゃんがもう涙は似合わないよって言って拭うね振り付けがあるんですけど、それをする時のカノンちゃんのもうなんだろうな、いろんな感情を含んだ表情にすっごいいつもグッとくるし、一番だよっていう時のレンちゃんの笑顔がもうめちゃめちゃ本当にキラキラ輝いてて、こう 今までねいろんな思いを苦しい思いをしてきたレンちゃんが乗り越えてこの楽曲を歌えることになって本当に良かったなって、こう5人揃って本当に良かったなって